Hey baby、おごせ行けだぜ。これからおごせバイヘン行くぜ。上を見に行くぜ。はい、We are in おごせ駅。And this is Society Place C。リボットコスだったよ。So cute, so cute. Japanese. Are you Japanese? तुम Japanese बिल्ली हो? तुम्हारे गर्दन में तो घंटी है. भाई. बिल्लू राजा. इसके गर्दन में भी घंटी बनी हुई है. ओ वाओ अमेजिंग मास्क मैन कम ऑन That's Toroku UK 文化祭。へえ。江戸時代末期に建設されたんだって。It's amazing. Just Kansas feels like 人みたいですね。Just enter into the room. Japanese room. Just come inside. And you can see here.Cans! Whoa. Cans! A lot of cans! Sweet. And you see the cans just like it's a good artistic, you know, things are here. It's like a human. So, here I have to say, I mean, how to make it in a different way. Right? No. これって東京美大の東京芸大の卒業した人の作品だって。でこの缶はもう今は売ってなくて昔の古い缶、フルタグじゃない古い缶を集めてこれ作ったみたい。そうですよね。イモジですよね。イモジ。イモジね。うん。わお。スクラッチ。Let's go on. Move on. We have a lot to see.There's a lot, about 500. There are a lot. Hi. それあの絵は私の大学の同級生が描いたんですけどね、はい、物理やってて漫画になっちゃった人がいるんですよ。彼亡くなりましたけど、まあそれなりにあの多分ウィキペディアが出てるだろうぐらいの
勝又っていうんですけども、で彼が遺作展を見に行ったらこの絵がありましたが、で建物はあんまり正確じゃないですけども、起こっていることはかなり正確に書いてると思います。これは火事かなんかの時のシーンの、いやそうです、一揆、百姓一揆です、百姓一揆で、ここも百姓一揆で襲われて、で、こう傷が、そういうのみんなその時の傷ですね。あ、じゃあ庄屋さんの家だったんですか。関東は名主っていうんですけども、名主、一時名主でした。伝統的な名主の家じゃないんですけども、どっちかというと新興、新しく起こった東京、北海道、神奈川、愛知、漫画家さんは何の漫画家？都道県の30代から70代の男女足なんですけども、チャーター機の第3便で彼女が帰国し、宿泊施設に滞在していた60代の女性。そうですね、こういうところにも残ってますし、これもそうですね、そうですね、そうです、記録は残っていまして、やっぱりお金もなくなったし、これも、なんでこの傷をつけたのか、怒りにもかけて足がかなりやっぱりね、まあ、引き出させて本当に家を壊したってでもあるみたいですけども、まあ、この家は気がならずに非常に傷がたくさんやっぱり踏ん張らしというか、うん、まあね、そうですね、はい、それはもらい物だと思います。また古いラジオですね。それはね、昭和30年後の、昭和30年、1955年だから今から何年前ですかね。昭和30年、ね、していただいたんで60年くらい前のラジオです。すごい。もっともっと修理出しましたけど、こっちはね、もうダメなんです。で、これを取り替えることができないから、スイッチ入れたり来たりして、外でやってくれてもらいました。特にブラジルの方の暑さがすごくね、一番最初に結構昭和30年頃、今から60年頃としてはかなり高い高級なラジオです。友達で、はい、東京三苑線で焼き鳥屋さんやってます。南米の人は待ってます。待ってますね。ちなみにブラジルって何か思い出とかってあります？実はマランスっていう、アマゾン川流域の街があって、今日は明るくてもらえなかった。これ片方書いてますけども、これ電話してくれて、今日は今まで書いてなんか日本の古い田舎の感じ。そうですね。ネパールにもこういうとこありますか？ありますよ。あります。うん。すげえ修理。わあ。あそこにウサギがいるよ。乗せますか？
Right? Have a right? Wow. あれなんで、キャプテンアメリカ。おお。今刑務所にいるから。What is this? Fancy? Look like race. Look like Santa Claus. Oh, elephant! Whoa! So sexy, you know. Wait, my talking pen? Billy, do you have pen? No. No, come on to me. これ何この絵よけよ It looks like what is this? It's a わからない I don't know すっげえでかい木 It's tree? ここは何ここは何 What's that?鉄人28号。鉄人28号。ロボットだよ。おお。正義の味方だよ。ヒーローだよ。なんでこう重ねて置いてるんですよね。いいね。おせんべい南部せんべい南部せんべい、うん、南部岩手の方のおせんべいおいしいねピーナッツいっぱい入ってるんで Lots of peanuts in there はい It's so delicious、うん、疲れた
刑罰に行くぞ。重いですか？普通の土、うん、土、チカチカって土とそこにあるあのなんだっけ箱あのベンブーベンブースティックとか、うん、使って家建ててる、うん、ただ1回しか見られない。まあ珍しくて2回までもたまに見れるけど、うん、はい、めっちゃ面白いでしょ、うん、であのあれあるでしょ板、うん、板を立てて、ブリックス、ブリックスわかる、ブリックス。わかる。そう、ブリックスを立てて、その上からまた、あの、土が塗るんでしょ、土。うん。めっちゃ面白いよ。で、あの外でいろいろなデザイン、いろいろデザイン作ったりして、うん。それが匂いするでしょ。じゃあ、木を、木で立てるんじゃなくて、ブリックを積んで、そうで、その上に土塗ってそう、それもやってるし、うん、またあのその木のあれも中に入れて外で土を塗ってる。で、それもやってるもん。その土がいろんな匂いがするの。そうそう。え、そしてなんでその町を歩く、その村を歩くとすごくいい匂いする。それ何の匂い。めっちゃ違うけど土の匂い、全ての環境が違う。わかんない、何の匂いか。うん、まあその石がね、ちょっと色が青っぽいでしょうね。うん、深いから。わざやろ。なんぼさ。ああ、モテランボ。ああ、モテランボ。盆栽。まあ特別なっていうより、必ず梅の場合は原則としてはまあ花が終わったら二目残し。
って今から作ってもらいたい。うん、スタメっていうとどういうのを言うかというと、ここに芽がありますから、こういうのね、一芽二芽って言いますから、スタメの上ここで切ってください。はあ、うん、みんな こういうのもね、一芽大体みんなこの辺でいいですから、今の緑の絵飛び持ってるのね、でなぜ切るかっていうと、切らないとここから出ちゃうんですよ、はいはい、で下が出ないんですよ芽が、で切ってやればそこからまた出て、来年もこういう状態で花咲きますから。うん、で昔から桜切るバカ、梅切らぬバカって言うんですよね。そういう言葉なんですよ。で梅は切っといてやれば、それまた来年咲きますからね。で咲いた後、ホームセンター行くと油かすって肥やしありますから、この肥やしを塗ってやってください。であと水をくれてってもらえば、それまた来年も咲きますから。毎年ね。梅簡単ですかね。で花を咲いてるときは家の中で見てもらってもいいですけど、咲き終わったら必ず外に出しちゃってください。ベランダでもいいし、庭があれば庭でもいいから。で暑さ寒さを加えてやらないと翌年咲かないんですよ。ああ、そうなんだ。特に寒さを加えてやらないと梅、あの花梅って咲かないですから。じゃあもう部屋の中で窓際とかそういう環境じゃダメなんですか。ダメなんです、もうずっとね。だから咲いてるときはそういう窓際でいいですよ、花を咲いてるときはね。1ヶ月ぐらいですから、咲き終わったら必ず出してください。そうしたらまた来年も咲きますからね。これ何だの？これみんなこうつけてる、名前つけてる札。で、方々を梅ちゃんされてたんですけどね。あ、すみません、ありがとうございます。これ言いたみたいな茶ですね。梅茶。本当だ。早く電車来ないかな、リシャル。リシャル、いつまで待つんだよ。リシャル、なんか線路ちっちゃいよ、これ。リシャル。もうちょい待ってください。もうちょい待ってください。お腹すいたよ、リシャル。